ハワイでお仕事をしたい人、注意すべき点を3つでかける30人でしょ、で6万6000円。はい、ということでですね、はい、今回の動画はですね、まず前回にハワイに住む前に知っておきたい3つのことっていう動画を出したんですが、今回はそれの後編になります。で、前の動画では家賃、物価、収入っていう面についてお話ししたんですが、今回はビザと治安と出費についてお話ししたいと思います。はい、ということで、まずは1つ目のビザについてお話ししたいと思います。まず3つの目的別でご紹介していきたいと思います。まず1つ目は、ハワイに旅行で来たい人。2つ目はハワイに留学したい人。で、3つ目はハワイでお仕事をしたい人。はい、で1つ目の、ハワイに旅行で来たい人なんですけど、日本の場合は日本のパスポートがあればビザなしで来れます。ただ、来る前にエスタっていう申請をしないといけないんですね。まあこう簡単な質問に答えて申請をすると、基本的にみんなそれ通るんで、それを必ず出発する前に準備しておいてください。それがあればビザなしで来れます。はい、で2つ目、これは留学したい人に向けてですね。でこの留学用のビザは2つあります。1個は F1 ビザ。このビザは語学学校とか大学とかの人はこの F1 ビザっていうのを取って留学できます。で2つ目のビザは M1 っていうビザです。この M1 はもっと専門的な学生ですね。例えば、美容関連だったりとか、なんか専門学校とかそういう方が留学するときにはこの M1 ビザっていうのが適用されます。はい、で次3つ目、これはハワイで仕事をしたいっていう方に向けてのビザなんですけど、この仕事用のビザは結構いろいろ種類があって、 J1 ビザ、 H1B ビザ、 L ビザ、 E1 ビザっていうのがあります。でちょっとこれを細かく説明していきたいと思います。まず1個目の J1 ビザ、これは、その仕事をするために必要なビザの中では、比較的、簡単ではないんですけど、この中で見るとちょっと簡単な方のビザになります。でこの J1 ビザの中でも2つプログラムがあるんですけど、まず1つは、インターンシッププログラム。これは日本の、大学、専門学校も含むんですけど、これは2年以上修了し卒業後1年以内の人はこのインターンシップを受けれます。で期間は、12ヶ月以内なので、1年以内だったらこのプログラムを使って、ハワイもしくはアメリカで仕事をすることができます。でもう一つのプログラムが、トレーニングプログラム。これはもう大学とかも卒業していて1年以上の職務経験のある人は18ヶ月なので1年半のこのトレーニングプログラムっていうのを受けることができます。で次に OPT っていうのがあって、これはちょっとビザとは違うんですけど、アメリカで、1年以上フルタイムで学校に通っていて卒業または、もう終了後に一定期間働けるっていう制度なんですよ。これもどっちかっていうと、インターンみたいな形でその実務トレーニングを目的とした制度になってます。ただあくまでこれはその学生ビザを持ってる人が受けれるっていう制度になってます。で次に H1B ビザ、これは日本人がハワイにある会社で働くための、一般的な、就労ビザになってます。これは L ビザだったり、E ビザのようにそんなにこう自分のポジション管理職とかの規定がないので、新卒とかでも取得はできます。ただその条件が少ない分審査がだんだん厳しくなっているみたいで、なかなか取るには難しいみたいです。 L ビザ、これは日本にも会社があって、でその会社の、海外支店、アメリカ支店とかがある場合に企業内で転勤するっていうパターンですね。でこのビザは、管理職だったり、専門的な知識がある人に発行されるビザになってます。例えば、大きな、旅行会社とか、あとは航空会社とかの、ハワイ支店などに、赴任する場合に、申請することができます。はい、で最後に、E1 ビザ。これは、日本とアメリカの間で一定量以上の貿易だったりとかサービスを含む流通を行う、日系企業に、勤務する人の、経営者だったりとか駐在員とか、あとはその家族とかに発行されるビザになります。ということで、ハワイに旅行したい人、ハワイで留学したい人、ハワイで、お仕事をしたい人っていう3つの目的に分けて、ビザのお話をさせていただきました。個人的に、僕らの場合はこっちの国籍があるんであんまりビザの問題はなかったんですけど、アメリカだったりとかハワイに行きたいっていう人はよく話を聞くんですけど、なかなかビザの問題が難しくて、ちょっとそんな簡単には来れないっていう現状だと